チャオ、あっちゃんです。この前ちょっとね、あっちゃんに質問コーナーっていうことでね、2024年春っていうことで質問コーナー、質問募集しました。まだ質問ね、受け付けてます。もうね、多分1週間ぐらい経つんで、そろそろ答えていこうかなと思うんだけども、まだもうちょっと質問募集してるんで、よかったらここではなく、あっちゃんに質問コーナー春っていう動画、一応ね、覚えとったリンク貼るけどもね、にコメントをいただければまだ答えることができるんで、ぜひぜひコメントで質問いただければと思います。もちろん質問、相談でもいいよ。はい、なかなかね、こう視聴者さんとね、交流取るってなかなか難しくてね、でけへんくってね、だからこういう機会をね、たまに年に何回か設けてみんなと対話していこうかなって。今までみたいにね、本当にコメントに返せたらいいねんけども、なかなか忙しくなって、今日もこれもね、撮るのもなかなかバタバタしててでけへんくってね、だからようやく答えることができます。答えていきます。では、麦ちゃん、今帰ってきた、ゲホゲホ、喉がイガラっぽい、やりきれんこと、今日もやわ、はよ、寝よ、はよねえかな。はい。そう。その通りです。この質問コーナー撮ったん、夜中4時やったかな。で、すごい眠いねんけども、みんなの質問コーナー撮ろうと思ってけへんかって、あっちゃん結構ね、4時、5時まで動画を作ってることが多くて、で、結構ね、あんな感じで遅くまで動画を作ったりしてんねんけどもね。で、ね、質問というかコメントありがとうございます。で、喉いがらっぽいのはね、いろいろあるねんけども、今の時期ね、ちょっと空気がすごい汚れてる、花粉もやし、それ以外にね、これからまた黄砂の時期にもなったりね、いろんなことがあるんでね、外行く時はもう喉いがらっぽいのね、うがいとかしてね、うがい薬じゃなく塩水とか、で重曹とかでうがいするといいよ。ハチアズレっていううがい薬って、重曹ベースやね。ってことはね、重曹でうがいやしたらいいと思うよ。はい、かかみんさん、まず睡眠とったら半分寝てるじゃん。そうなんよ。さっきも今ね、麦ちゃんのとこにも言った通りやねんけども、朝4時5時ぐらいまで仕事してんねん。ほぼもう眠たくってやねんけどもね、その分も朝起きてないねんけど、ここ最近ね、2時ぐらいに寝るようにして、朝7時8時に起きるようにしてんねんけどもね、本当にね、もう YouTube って意外とね、時間があるようでなかったり、結構あったらあっただけ YouTube に使ってしまうからね、夜遅くに動画撮ることもあるんでね、まあこんな日もありますよ、気づいてくれました。はい。はい、パウパトさん、パウパトさん、不快な質問になったらごめんなさい。今はアカウント名が変わり、ユーと N です。あ、ユーとさん覚えてます。大丈夫です。はい、仙台の時はありがとうございました。来ていただいて。数年前にオフ会でお会いしました。その時にシカちゃんに餌代を少しですがお渡ししたのですが、それはシカちゃんにあげていただけたのでしょうか。それとオフ会でお会いしてから、LINE に送りました。あっちゃんは忙しいとか、未読が多いんだとか話してましたが、ファンとして会った私として未読になっていたのが悲しかったです。そういうところでもファンを大切にしていくべきだと思います。嫉妬だの言われるかもしれませんが、そのファンの一人を大事にするのも配信者としての姿勢だと思います。私もそれ以来コメントやライブを参加しなくなりました。答えづらい質問でしたらごめんなさい。ありがとうございます。その説は本当にね、仙台まで行った時ね、ちいちゃい赤ちゃんね、連れて、ね、来ていただいてね、本当に出づらいところを来てもらって、会いに来てもらって本当嬉しかったね。ありがとうございます。シカちゃんのね、餌代としてみんなからもらっている分は、一応ね、プールさせていただいて、誰からもらったってノートに書いて、で、いくら金額集まった、例えばまあね、2万円集まりました、で、今回1万4千円あげてしました、来ましたとかってね、で、残り7千円です、あ、6千円です、ね、また次回そこに1万円プラスで1万6千円になりましたみたいな感じでやってるから、誰にいただいたのをいつあげたかっていうのはね、もう定かでないって言い方おかしいけども、誰の分としてあげてきてるわけじゃないねんけども、プールした分はきっちりあげてきて、あとまた残りね、まだ残ってんのよ、1万4千円やったかな。またね、これもね、行ってこようかなと思ってんだけど、もうね、コロナ禍も過ぎて、でシカちゃんもね、そんなに餌には困ってないし、
逆に、観光客が増えてきて、鹿せんべいをもらいすぎてまた食べなくなってきてる傾向にあんねんね。だからまた折を見て、みんなからいただいたもんはね、ちゃんとあげに行ってこようかなとは思ってんねんけども、だからね、まとめて1万なんもバーってばらまくっていうのは違うと思うね。やっぱね、お腹いっぱいの子におやついっぱいあげすぎてもダメやしね。またそういう機会にね、行ってこようかなと思ってるんで。でもあれ何年前やったっけ、もう4年5年5年ぐらいなのかな、 4,5 年前あるよね。それぐらい前にいただいたやつはもうその頃にもあげさせてもらってるんで、ご心配なくありがとうございました。オフ会の後ね、 LINE ね、結構ねいただいててんけどもね、あの後ね、もちろんね、オフ会に来てくれた人からの LINE もあります。で、そうじゃない人からの LINE もあって、今はね、もう LINE できるだけシャットアウトしてんねんけども、あの頃は特にね、視聴者さんからの LINE を個別に受けてた時期で、めちゃくちゃ来てたの。正直1日に100人以上の、着信があるのね。今はだいぶ減ってきたけども、1日100件の着信があったらもう流れちゃってどこ行ったかわからんのね。全部繰り返してもね、引っ張ってきててコメント返してたらね、とんでもないぐらい時間かかってできへんくて、それちゃんと動画でも言ってたと思うねんけども、やっぱりね、オフ会に来てくれたから特別ではありません。あっちゃんのファン、あっちゃんを応援してくれてる人は全部同じだけ、あっちゃんは大好きやし、ありがたいねんね。で、そういうところで来たから特別に LINE を送ってくれた、ありがたいよ、もちろん。で、送ってくれてんけども、そういう LINE っていうのがね、一人一人返せませんってずっと言ってたと思うねんけども、どうしてもね、逆に言ったらオフ会で会ってくれた人っていうのはオフ会で話してるし、だったらオフ会に来なかった人はおろそかにしていいのかじゃないのね。みんな一律にあっちゃんは対応させてもらってた。で、その中であっちゃんの見るタイミングで上に来てた何人かだけチェックして読ませてもらうっていう形やねんね。で、やっぱどうしてもそのね、緊急的なメッセージで送ってくれてても流れて見れへんかった人もいてる。まあそういうところがね、ファンが離れるところやって言われたらその通りやったあっちゃんは思うのよ。だから最近も LINE にはお返ししません。で、ファンメッセージ、なんていうの、要は何て言うのいろんなあっちゃんに対して応援メッセージとかね、ファンからの、ファンレターか、ファンレターみたいなっていっぱいいただくのよ。もちろん郵送でいただく場合もあるし、メールでいただく場合もあるし、 LINE でつながってたら LINE でくれる人もあるし、あと、Twitter、Facebook、インスタとかからくれんねんけども、もうね、いろんなところ来てても本当見れへんことがある。だから今一番ありがたいのは YouTube でコメントいただくことやねんね。で、 YouTube でコメントいただくと、もちろん、ハートマークを押したり、ポチっていいねを押したりもしてるんやけども、それでもできへんことがある。なんでかっていうと、やっぱりね、ファンが増えすぎた、ファンっていうか視聴者さんが増えすぎたっていうことが原因でね。だからこそ大事にしてへんのかじゃなく、一人一人のファンの人たちは大事やね。だからライブとか来ていただいたら、できる限りライブはコメントをね、全部さばいていく。だからあっちゃんいつも言ってる通り、ライブが一番の視聴者さんとの対話の場。なんでかっていうと、ライブの時間まず1時間取りました。だ、その1時間っていうのはファンとの交流のための時間やねんね。それ以外の時間っていうのは動画編集であったり、動画撮影であったり、家族との時間であったり、プライベート、ご飯作ったりとかで、寝る時間ももちろんそうやし、そういう時間っていうのはもちろん、それの時間も最低やり取りせえよって言われたらそうかもわからへん、大切なファンやろって言われたらそうかもわからへんけど、そうなってくるとプライベートの時間が全くなくなってしまうのね。だからあっちゃんとしてみたら、ライブの時間だけがファンとの交流時間にとっての、もちろんだからダイレクトメッセージいただいて読めたら読むけども、読めへんこと多々あるのね。だからあっちゃんはライブに来てライブで言ってくださいっていうのはそういうことやね。で、今後だからね、こういうね、パウパトさん、ゆうとさんみたいなね、そういう気持ちになるっていうのはやっぱあっちゃんも悲しいことやねんね。なんでかって言ったら、あっちゃんは傷つけたことはしてないと思う、ひどいこともしてないと思うねんね。でも、で、このパウパトさんもあっちゃんに対してひどいことはしてない、いや、もう逆に言うたらオフ会の時にありがとうっていうメッセージくれてたんやと思うねんね。そういうメッセージをくれてたのに返せへんかっただけで、こういう気持ち、悲しい気持ちになってしまうと思うのよ。
これってあっちゃんで悪気は全くないし、パウパトさんを傷つけようと思ってやった行為ではない。だからねえね、でもなんでかって言ったら、あっちゃんってこの世の中に一人しかおらへんねんね。でもあっちゃんを応援してくれてる視聴者さんは今まで 13,800人っていう登録人数がいてて、まあ全てじゃないけども、あっちゃんを見てくれて、いや全てそれ以上の人が見てくれてんねんね。登録してない人も見てくれてるって言えば、だいたい 12,000×3倍、3万人プラスで4万人の人があっちゃんねるを延べ見てくれてると思うのよ。でその人たちをあっちゃんが一体、まあそこまで言うたら言い過ぎやけども、今日もこれコメント、質問コーナーっていうことでやってんねんけど、この質問コーナーにも何人かコメントくれてるけど、全ての人に答えていくって決めてるからやってるけど、普通のコメント欄1日、前にも言ったと思うんだけど、1日例えば10本の動画を出しました。10本の動画に対して5件のコメントが来ました。ってことで単純計算50件のコメントが来るのね。で1件のコメントに答えのに、1分かけたら50件のコメントってことは1時間取られるのよ、ね、単純計算ね。でも答えてもらった人に見せてみたら、たった1分をあなたに拘束してるだけですって思うか分からんけども、こっちからしてみたら50人全員平等に返したら50分の時間が取られるというか使わっちゃうのね。でそこにさらに1本の動画に20件30件集まってきたら、かける20件かける10本200件のコメント、イコールたったの1分ね、たったの1分しかあなた拘束してないやんって思うか分からんけど、こっちからしたら200分の時間、200分って言ったら3時間ちょい時間使っちゃうね。そういう計算になるからね。こんな言い方したら本当に上から目線で悪いねんけども、1対1じゃなく1対多数やね。だから、あっちゃんからしたら1対多数やから、そんな扱いかじゃなく、一人一人大事な視聴者さんだからこそ、一人一人誰にも平等に答えないっていうことをしてんのね。だから LINE で多分もう 4,5 年前やったら言ってたと思うのよね。一人一人コメントは返せませんって、 LINE もできる限りやるけども返せませんって言ってたと思う。もっと前から言ってたと思うよね。だからそれやね。でファン一人一人を大事にする配慮っていうのがね、どれだけいるかってこと。今例えばね、 LINE ってね、600人ぐらい LINE 友達がいてんのね。友達の人数何人から出てないのかな。で今未読がね、どうやって見えるのかな、カンストしてんのよ。999プラスが未読になってんねんね。それぐらい LINE ってくんのよ。今もうあらちゃん返しませんって言ってんねん。で LINE できるだけね、そうやって返答してないねんけども、999、そこにさらにまだグループが何本かあんのね。でグループっていうのはもちろん仕事のグループであったり、で仕事って YouTube じゃない。外でもやってるからね。その、今、なんていうかな。なんだ、副業やってるから、それのグループが、グループっていうか、グループの方に分けとかんとね、とか、あとピン刺しとかんとね、流れちゃうから、そこは大事な返事なんで、お仕事やからね。ってなるけども、じゃあ YouTube のよく視聴者は、お仕事じゃないのかって言って、そこまでお仕事にしてしまうと、本当にね、今、LINE の友達だけでもね、600、700人ぐらいおんのよ。600人おって、1人に1分返事返したら、LINE って1分で済まへんやんか。ってことでね、1分で600分、600分って言ったら、10時間取られんのよ。10時間返答してて、あっちゃんが、YouTube に関して、10時間動画作ったら、4時間しか睡眠時間がない。いや、プライベートの時間が4時間しかないってことは、4時間のうち、炊事洗濯、お風呂って入れたら、睡眠時間ってほぼほぼなくなってしまうねんね。そこをね、考慮していただければと思う。もちろんファンの人は自分だけ一人やから特別やと思いたい気持ちもわかんねんけども、そこをね、分かってもらえたら嬉しいな。ねえ、やっぱり、まっちゃんは一人一人何かって言ったら、U と N さんっていうことを忘れてない。もちろん U とさんは仙台の時にちいちゃい赤ちゃん連れてきてくれて、で一緒にお昼食べて、一緒にオフ会青葉城も行って、いい思い出になったのよ。その思い出で一生忘れへんいい視聴者さんが来てくれた、ね、その時に一緒に来てくれた、カップルの人とかもう思えてる。それがあっちゃん視聴者さんへの全力の
なんていうのかな、誠意やと思ってんねんね。もちろんその後仙台だけでなだけじゃなく福島でも、あと夕方からオフ会した、そこにも4人の方が来てくれました。でその中で、2人帰られて、2人が、一緒に晩ご飯までの間ちょっと軽く軽食を食べた。でそこから東京に移動して一泊したね。そういうタイトなスケジュールの中で視聴者さんと会えたっていうことがすごい大事やし、貴重な思い出なのよ、大切な思い出なのよ。それ以上やっぱり LINE とかって求められたらね、本当にあっちゃんの睡眠時間とかもなくなってしまうしね。あのあと LINE いただいてたかもわからへん、ね、それあっちゃん見逃してた。もちろんその後数日間は東京滞在してて、東京でロケしたりいろんなことして、で東京でもオフ会をした。実はね、これコロナの時期やったから公開すると叩かれるからあんまり公表せんかったんね。で東京でもあの後合流していただきました。浅草浅草寺で2人合流してくれて、でその2人と昼の、ランチを食べてオフ会、もうコロナ禍やったからね、なかなか来れへんかったと思うんでね。で夕方、晩ご飯の後2次会飲み会した時にね、また遠くから来てくれました、ね、そんな感じで来てくれた人みんな覚えてる。もちろんね、ハンドルネーム言えるぐらい覚えてる。顔も覚えてる。どんな人か、どんな、ね、人とどんな話したかまで、そこまではちょっとなれんけども、ある程度覚えてる。それがあっちゃんにとってすごい財産であって、すごいあっちゃんにとっての思い出やねんね。でそこでその後アフターで LINE してね、帰ってけえへんだって言ってね、嫌な気持ちをさせたのはあっちゃんが悪いとは思うねんけども、もうそれ以上はね、本当あっちゃんも限界なんで、これからねあっちゃんに LINE を送っていただける方、もちろん LINE をねしてくるなとは言わない。で LINE を教えてくれたらまだ教えるかもわからないね、でもそれは一方的にあっちゃんにメッセージを送れるって思っていただければ、もちろんね、こんなね、何ちゅうかな、テレビに出てるアイドル、ジャニーズとか、AKB とかとね一緒にすんのはおこがましいけどもね、ジャニーズの人ってトラック10杯バレンタインチョコ届くねんっていうね、ファンレターがもうね本当に何トンっていうファンレターが届く。今はねもうメールとかになってるけど、昔はね手紙やった頃にね、郵便局の配達員がとんでもないぐらいの量を配達するっていうぐらいファンレター届くんやって。全てそのアイドルの目に止まらへんのよ。でもその気持ちを送ってくれたっていうのがすごいありがたい。それがファンやと思うのよ。だからあっちゃんもできる限りみんなにね、応援してくれてるみんなにお返しできることって言ったら、こうやって動画でみんなにありがとうって、誰じゃなくみんな応援してくれてる人ありがとうって手を振ること、みんなに笑顔を振りまくこと、そしてみんなの笑顔で元気になってあっちゃんも元気にまた明日も動画を作れることやと思うねんね。だから本当にね、 LINE 送ってもろて返事ができへんだことにでね、不信感とか嫌だなって思ったことについては本当にごめんなさいなんよ。でもこれ以上あっちゃんはできへん。あっちゃんの中では 100%150% ファンのみんなを大切にしてると思ってる、ね、ファン一人一人をおろそかにしたりファンをないがしろにしたことって一切ないと思ってる。だからこそこうやって毎日動画を続けられてんねんね。その中に、ね、嫉妬やなんて思ってない。うん、もちろんあっちゃんが対応できへんだことが落ち度なんは分かってんのよ。でもその対応できへんだっていうことに対して何らあっちゃんは弁解も謝罪も謝罪じゃない弁解も言い訳もしません。もちろんあっちゃんは対応できてないって言われたらそうかも分からんけど、あっちゃんからの気持ちとしたら一人の視聴者さんから見たらあっちゃんは一人やけども、あっちゃんから見たら視聴者さんっていっぱいおんのよ。そのいっぱいおる数かける時間なのよ。そこ分かっていただければと思います。だからね、本当にそういう気持ちにさせた、こういうことを言ってなかったあっちゃんにもう一度もあるし、 LINE してねって LINE つないだ。もちろんね、オフ会で会うから会うたびにあっちゃんは LINE をつないだ。会った後
また次オフ会するときに連絡先として LINE、 もちろんねコメント欄でやり取りできへん、場所どことか、その人のね素性とかバレたらまた叩かれると思ってあっちゃんは配慮で LINE をつないだから、もちろんその後ありがとうってくれるのは嬉しいけども、そこまでね対応できへんっていうのはそうなん。なんかオフ会前をもうできる限り時間を取って場所とか時間の打ち合わせをしてたんで、そこ分かっていただければと思います。本当に、LINE を返せへんなことで、ね、そういう気持ちにさせたあっちゃんの落ち度なんでね、今後またオフ会、まあ本当はねそうやって LINE とかのやり取りしてオフ会が終わった時点で LINE をパサッと解散っていうかね、なんていうのかな、大会とか切ってしまって、また次用事のある時だけつなぐっていうのがいいのかもわからへん。だから LINE っていうのはそういうとこなかなかやりづらいところでね、実際だからそういうのっていうのは参加掲示板であったりみんなが見える何かそういう方法でやるのが一番かもわからへんけどね。でも今後こういうことがないように当分オフ会をやらないでおこうかなと思った。オフ会することによってみんなに、結構オフ会来てくれた人が離れていくってことが多いねん。であっちゃんオフ会の中で揉めたことってなかったんね。あっちゃんオフ会で相手を不快にして嫌な気分にさせたことって今までかつてないのよ。でもオフ会の後みんなが離れていったっていうのもあんの。それの原因がこういうことやったと思ってすごい真摯に受け止めたいと思います。で今後ちょっと当分オフ会は控えさせていただこうと思いました。ありがとうございました。ゆうとさん、パウパトさん、ありがとうございました。ということでね、本当に、今回、貴重なご意見いただきました。本当みんなね黙って離れる人が多いねんけども、こうやって言ってくれる人がいてなかったからね、あちゃんは気づかへんかった。だから同じことを繰り返してたんやと思うねん。貴重な意見ありがとうございます。勇気出してコメントしてくれたと思うねん。ありがとうございました。ということでね、今日の質問回答3つしか答えられへんだけどもね、本当にこれはね真摯的に答え、真摯的に真摯に答えたかったんで、ちょっと時間取らせてもらいました。ありがとうございました。またね、引き続き次のコメントから答えさせていただきます。では、またね、バイバイ。第2回に続きます。